こんにちは、沙織です。今日はカツの卵とじ風を作ってみました。ご飯の上にのせてカツ丼にして食べてもすごく美味しいです。では作っていきます。お肉の代わりに高野豆腐を使っていきます。まずはカツから作っていきます。醤油で薄く味をつけただし汁で高野豆腐を戻しながら煮ていきます。昆布茶を使っていますが、粉末だしを使ったり好きな味付けで高野豆腐を煮て戻してください。高野豆腐が柔らかく戻ったら片栗粉をまぶしていきます。衣は揚げを使っていきます。高野豆腐の大きさに合わせるぐらいにカットして裏返していきます。裏返した揚げの中に高野豆腐を入れていきます。フライパンで両面こんがり焼いたらカツの完成です。野菜を切っていきます。玉ねぎや青みの野菜など好きな野菜を使って大丈夫です。長芋をすりおろしておきます。鍋に切った野菜と他の材料も入れていきます。豆乳を入れていきます。好きなミルクに変えても大丈夫です。甘味を入れていきます。醤油を入れていきます。ターメリックを入れていきます。ターメリックはなかったら入れなくても大丈夫です。入れると卵の黄色い綺麗な色に仕上がります。火にかけて野菜が柔らかくなるまで煮ていきます。野菜が柔らかくなったら高野豆腐のカツをカットして入れていきます。とろろを回しかけて軽く温めます。温まったらカツの卵とじ風の完成です。見た目はカツの卵とじにしか見えません。お肉の感じは高野豆腐の食感なのですが、衣がすごく美味しいです。揚げの衣おすすめです。卵感もすごくあります。ご飯の上にのせてカツ丼にして食べるのもすごくおすすめです。ボリューム満点でもめちゃめちゃヘルシーです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。